私の本名を言っちゃったかな？そう、私の名はキラヨシカゲ。誰かに喋っても構わないよ。ところで、今何時だね？僕は喋っちゃいない。最初から僕はあんたのことを一言だって喋っちゃいない。僕は電話しただけなんだ。寝坊して遅刻したって言ってたから、番号調べて起こしただけなんだ。朝、家からコールしただけなんだ。あんたが喋ったんだ。喋ったのはあんた自身なんだ。僕はただ待ってただけなんだ。寝坊しないで早く来ることを待ってただけなんだ。待て、オケア。偶然か、これは運命なのか。今よ、ぶったまげる名前をよ。こいつが喋ったんだぜ。バカな、てめえ今確かにキラヨシカゲっつったよな。え、何？こんな偶然が。偶然なんかじゃない。運命なんかでもない。これは賭けだ。僕が賭けたんだ。そして来た。確かに聞いたぜ。おめえは今確かに名乗った。まさか野郎。同姓同名の人違いだったらよ、怪我はいつでも治せっからよ。こいつがキラヨシカゲ。そんなことが。構造なんてことだ。バイザーダストを解除して私自身を守らなくては。戻れキラクイーン。冷たい雨が背中に入って。それにしても時間通りに来るやつはいないのか。お、あれは光一君と丈太郎さんだ。やった、間に合った、運命に勝った。激しい喜びはいらない。その代わり深い絶望もない。植物の心のような人生を。そんな平穏な生活こそ私の目標だったのに。正体を表したな。そんじゃよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。いきなり出会うとは大当たりだったぜ。この露伴の撮った写真はよ、偶然出会ったようじゃねえようだぜ。奥安、詳しくは分からねえが、川尻隼人に自分の本名を名乗ってるってことはかなり危機一髪の状態だったみてえだな。言っておくが、私は別にお前たちから逃げていたわけではない。お前らを始末しようと思えばいつでも殺すことはできた。やらなかったのは単に私が戦いの嫌いな性格だったからだ。闘争は私が目指す平穏な人生とは相反しているから嫌いだ。一つの戦いに勝利することは簡単だ。だが次の戦いのためにストレスがたまる。愚かな行為だ。他人と争うのはキリがなく虚しい行為だ。おめえがシゲチーを殺したから追ってんだろうが、このボケ。殺人が趣味の豚野郎が、てめえの都合だけしゃべくってんじゃねえぞ、このタコが。気をつけろ、ジョウスケ。そのクソったれ、キラクイーンの手に触るんじゃねえぞ。お前らを始末しなかったのはそれだけの理由からだ。私の平穏を乱すのは今お前らたったの3人だけ。正体を知った者とだけは戦わざるを得ない。